さて、皆さんご存知、今月のお客様は、じゃーん、豊崎あきでーす。出た、豊崎あき。イエーイ今日も元気です。さて、ごめんごめん、おもちゃにして。今夜もですね、豊崎さんにボックスからくじを引いていただきまして、はい、出たアルファベットに応じた投稿をしていきたいと思っておりますよと。行きましょう、投稿しましょう。引きましょう、引きましょう。喋りましょう、喋りましょう、バーン。これ、ちょっと、わしだきさん風味で開けますよ、今週も。引っ張りで。はい、賞です。賞ということは、お仕事のお話。はい。ということでございましてですね、うん、今回は、軽音。軽音。聞いたことある。もう一回言って。軽音。じゃんじゃんがじゃん。軽音の話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、100万回喋ってると思いますけども、軽音の話。改めて。はい。改めて数年前に戻っての、はい、回答を聞きたいと思います。はい。初めて平沢由依と出会った時の印象は？はい。そうですね。はい。いちご大福って。ああ、うんうんうん。今回答えようと思ってたんですけど。何すか何すか、いちご大福。これは今回初めて言いました。お、あ、そうなの？何がいちご大福。ゆいちゃんっていう女の子は、うん、まあ、女子高生で何がしたいかよくわからないまま高校に入学してるんですけど、うんうんうん、結果そこで、まあ、軽音部と出会って、ギターに出会って、うん、音楽が大好きになってキラキラしていくっていう、うんうんうん、まあ、そんな成長ストーリーでもあるお話の中で、うん、最初は、なんかこう、ふわふわの、うん、もうなんかこう、形もとどまらないような、うん、はい、もうなんか頼りないわーっていう子だったんですよね。なんかその感じがいちご大福似てるなと思って。ふにゃってしててね。はい、でもなんか、ゆいちゃんいちご大好きで、うん、まあ、女の子だし、うんうんうん、ただの豆大福よりはいちご大福っぽいなとか、うん、そういうなんか。でもそれがね、ギターと出会って、仲間と出会って、うん、そうだね、はい、成長物語なんだもんね。そうですね、青春ですね。青春だよね。もうおじさんとか、男で中年だけど見てると俺の中の女子高生が変な言い方ですけど俺の中の女子高生がああそうそうって思うの。そんな事実なんてなかったのに。いやーでもそれはすごく嬉しいです。そう、うん、やったこともない青春に懐かしさを感じるんだよね。なんかそういう良さなんだと思うんだ。嬉しいです。だから本当に経験したことのある、うん、まあ、うん、女の子だからわかるあるあるみたいなのが、うんうんうん、監督も女性でしたし、うんうんうん、すごくいっぱい詰まってるんですけど、うん、まあ誰にでも当てはまるキュンキュンさっていうか、うん、そうなんかキラキラ感っていうのはすごく詰まってて、男の子にもあんだけ受けたのはでもそういうことなんだと思うんだよね。自分が男の高校生の状態でみんなに混ざりたいんじゃなくて、はい、自分も女子高生の状態であそこに混ざりたいって思わす俺気持ち悪いこと言ってる今。いやとても正解だと思う。そうっていうのがねきっとあるんだと思うんだよね。でも私も言うたらもう本当いい大人なんですけど、うん、もう一回女子高生に戻れたなと思って、ゆいちゃんたちのおかげで。役者さんはでもそういうのができるからいいのかもね。はい、青春時代またできたなと。ねえ。豊、はい、崎さん的には、はい。ゆいちゃんと、うん、ここは実はちょっと私とは違うなっていうところがあったりするんでしょうかね。なんか、基本的に、うん、ああいう子になりたいなと思ってました。あ、そうなんだ。はい。僕らは見てる側は、ま、もちろん豊崎さんとゆいちゃんが違う人なのは分かってるけども、はい、なんかぴったりくっついちゃってるように見えちゃうんだよね、俺たちは。本当ですか？なんか。そう。厚木清の車とラジロみたいなもんで。プラさんって言うじゃん、厚木清みたいな。まあ見ないけど。田中邦衛見たら、あ、北の国からのお父さんって思う感じみたいな。とてもありがたいんですけど、ね、もう自分としてはもうあんな可愛らしいキャラクターといい、ね、そんな重ねていただくなんてもうほんとすいませんみたいな感じで。うん、どっちかというと誰タイプじゃん、あのメンバーでは。ポジショニング的には、うん、麦ちゃんですかね。そうなんだ。お菓子を持ってくのが好きだったり、紅茶を入れたりするのが好きだったりとか、あとは、なんかこう、みんなが楽しそうにしてるっていうのを、見ているっていうのが好きです。うん、おばあちゃんなのね。そうですね。基本的には。なんかみんなが楽しそうにしてるのが一番楽しいんですよ。うん、そうなんですか。あ、そうですね。自分が混じるよりも。あ、もう中心人物になろうなんては全く思わなく。ここ行こうぜ、次どこどこ行こうぜっていうのは人にお任せしたいタイプなんだ。あ、そうですね。楽しそうみんなっていうのが。だから、
なんかこうディズニーランドとか、うん、例えばですけど、うんうんうん、なんかそういうところとかって、うんうん、みんな幸せそうじゃないですか。そうだね。野外フェスとか、うんうん、そういうのが好きなんです。みんな笑ってるよね。そうだね。ディズニーランドと野外フェスをまさか一緒に言うとは思わなかったですけどもね。ああもう時間だ。あっという間ですね。あっという間でした。はい。